早速エンダードラゴン見に行きましょう。おっとエンダードラゴンいました。めっちゃペラペラ、紙でできてる。すごい弱そうだけど多分強いんだろうな。そろそろいけるでしょ。とどめだ、エンダードラゴンなんとか倒せ。いけ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 、あとちょっとあとちょっとあとちょっと。皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトのマーケットプレイスパート53やっていきましょう。今回はペーパークラフトアドベンチャーの3回目ですね。頑張っていきましょう。前回はこのペラペラな世界でなんとかエンドポータルを起動させることができたので、今回はエンドに行ってペラペラなエンダードラゴン倒していきたいと思います。この馬に乗ってるのもいまいち意味がわかりませんけど、まあそれは一旦置いておきまして、装備の方は整えておきました。鉄の装備一式と、あとは弓と矢ですね。これはエンドクリスタルを壊す時に使うと思います。あとはロケット花火と調理した牛肉、一応もうちょっとだけ食料は持っておきましょうか。あとは大丈夫か、あ、リスポーン地点ですね。じゃあここに設定しましょう。よし、じゃあ行きますよ。行ってくるからね、 MK さん、村人さんたち。なんとかエンドの平和よくわかんないけど、エンドの平和守ってきますよ。よーし、じゃあエンドポータルをくぐってエンドにゴー。多分エンダードラゴンもペラペラだと思いますけど、あー、エンダーマンがめっちゃいる。そして猫ちゃんこっち来ちゃったんですか。もうそれは MK さんどうしようもないよ。エンダーマンもペラペラだなんだかさらに細身が増したような気もしますが、一旦それは置いておきまして、早速エンダードラゴン見に行きましょう。おっとエンダードラゴンいました。めっちゃペラペラ、紙でできてる。すごい弱そうだけど多分強いんだろうな。なんとか倒していきましょう。そしたら待てよ、エンドクリスタルを一個一個壊していきたいと思います。一番高いところから行った方がいいですよね。はい、じゃあ鉄の胸当てをつけて壊します。危ない。はい、で火を消してエンダードラゴンどこ、危ないってそれ怖っ。はい、そしたら弓矢を使ってなんとかあいつら、よし、壊していきましょう。いいぞ、あぶぶ、危ない危ない、待て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 、エリトラつけた方がいいな。いざという時のためにエリトラはつけておきましょう。うーわ、そこは無理か。弓矢を使って壊していく。オッケー、無駄打ちできませんよ。あと10発しかありません。ほい、うわ、無駄打ちした。嘘でしょ、あ、ばば、やべべべ、危ね、あば、やめめ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 よう今助かったな。よくわかんないけど助かった。よか、危ない、来てるよ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 。一旦着地、でここ壊すのは怖いから一旦そういうとこから壊していきましょう。あー、外した、やばいって。待て、あんまり外してらんないんだよ本当に。待て、エンダードラゴンどこ、エンダードラゴン来ないで来ないで来ないで来ない、やばいやばい、無理だよそれは無理。持ち物は大丈夫か。オッケー、持ち物は保持されるみたいですね。だったらもう突っ込んだもん勝ちでしょじゃあいいでしょう。なんだ、持ち物ロスるのかと思った。ほい、あれ、バイバイバイ、突っ込みたじゃあ調子乗んのやめよ、調子乗んのやめね、やめでダメダメダメ、そんなやり方してたらダメさ。一発で確かに持ち物は保持できるけど、そういうね一発屋みたいなのはやめよう。あと壊してないのはそこか、空中から弓矢とかっていうファインプレー。オッケーうますぎる。待て待て、落ち着け落ち着け落ち着け、そこ行きたいけど先こっち行く。はい、なんとかここ着地して、あー、これ石のつるはしで時間かかるな。ほい、あべべ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 、よういったよういったよういった。はい、そしたらあとエンドクリスタルどこ、そことそこ、そこあと2個、あと2個、これ空中弓矢でポイ。オッケー、あ、ちょっと食らったちょっと食らったけど、はい、じゃあラスト、ラストのエンドクリスタル壊していきましょう。なぜエンドと2回行ったんでしょうか。危ないよ、こっからでよくね、こっからでさ、これでさ、おい、あ、無理だ、壊せ、せめて壊せ、せめて壊せ。オッケー、待て、来ないで来ないで来ないで、やめてやめてやめて、来てる来てる来てる、もう無理じゃんそんなの。まあエリトラロスんないだけいいや。よし、とりあえずエンドクリスタルはじゃあ全部壊したから、あとはエンダードラゴンに攻撃するだけ。エンダーマンにも気をつけつつやっていきますよ。クリスタルないよね、ないよな、よし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 。そしたら下に降りて落ち着け、エンダーマンやめて、エンダーマン禁止、エンダーマン禁止。待て、エンダードラゴン早く来い、早く来て、エンダードラゴン
エンダーマン怖いんだって。きた、めっちゃペラペラめっちゃペラペラじゃん。いけ、倒せ、いけ。うわ、あ、待って、これもう鉄の胸当て来た方がいいな。ほい、鉄の胸当てを着てエンダードラゴン攻撃していきましょう。いけるぞこれ全然強くねえぞ。よしいいぞ。あ、なんか飛び立たない。あ、飛び立った。そしたらもう一回来るの、ま、エンダーマン怖いよエンダーマン、いだだだだだだだ、何それ、どういう攻撃、突っ込んでくるやつだっけ。あ、いた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 、オッケー、来た、また来た、どんどん叩け。そろそろ体力は半分ですね。頑張れ。これさ、当たり判定どこ当たり判定がさ、神だからめちゃくちゃシビアなんだって。倒せ、エンタードラゴン、あとちょっと、オッケー、半分はいった。待って、当たった、やめて、エンダーマンやめ、エンダーマンやめてね。これさ、なんかエンダーマンももしかしてエンダードラゴン攻撃してる、そんなことない待って、来た、いけい、今度こそ倒す、いや、まだか、あと1回くらいか、いけ、ゴリ寄せ、あと4分の1、いけるぞ、あー、さすがに飛び立った。じゃあ、一旦ここは牛肉を食べて、はい、やめて、来るよ、エンダードラゴン来るよ、落ち着け、奴を見失うな、OK、来たところで攻撃していく、そろそろいけるでしょ、とどめだ、エンダードラゴン、なんとか倒せ、いけ、あとちょっと、倒せ、OK、なんとかエンダードラゴン討伐しました、神だからボロボロになるのもなんだかリアルな感じがしますね、おーっと、経験値が大量に落ちてきて、エンダードラゴンの卵、待て。経験値 OK、 おお、行き過ぎ61までレベル上がった。一応回収する、それ別にいらないか、ほい、一応回収すっか。あ、どこ行った、あ、うっそ、え、そんなパターンあんの、今落ちたよね卵、え、そんなパターンあんの初めて知った、え、もったいな、うっそ、そんなパターンってあるんだ、よかった、サバイバルじゃなくて。ということで帰りましょう、ポン、あ、エンディングか。まあ、エンディングはスキップするとして、オッケー、戻ってこれました。エンダードラゴンの卵は？エンダードラゴンの卵どこにある？ないね。ないわ。なんか、損した気分。まあいいや。ということで、とりあえず、エンダードラゴンの討伐には成功しましたが、まだ終わりじゃないんですよね。今回はウィザーの討伐までやっていきたいと思います。多分ウィザーもペラペラになっていると思いますので、セッティングしましょうか。前回手に入れたこちら、ソウルサンドとウィザースケルトンの頭ですね。よし、行くぞ。待て、いや、でも今回はどうする、やる、いや、やめよう次回にしよう。どこに召喚するか決めようか。いや、でもまた村のど真ん中でやるか。そう、MK さんサバイバルの時もさ、村のど真ん中でウィザー召喚して大変なことになったんだよな。まあでもいっか。よし、じゃあここだ。今回のウィザー召喚はここです。で、ウィザースケの頭をあと乗せれば終わりなんだけど、一旦今回それは置いておいて、持ち物の整理しましょう。弓矢もこれいるよな。弓矢重要か？いや、重要だよね、結構。ウィザー戦って最初の方は弓矢で戦ってた気がする。じゃあいらないの預けて、また弓矢作るか。おい、5本余ったから、まあ、あと、とりあえずじゃあ火打ち石3個分作ろう。よし、火打ち石3個さすがに出るでしょ、火打ち石3個ぐらい。あの、カミカミですけど許してください。火打ち石3個出て、火打ち石出ないね。これ素手じゃないと出にくいとかあんのかな、なんかあるような気もする、全然出ねえこれさ、26個重ねてちょうど3つ出るぐらいじゃない、もっと確率低いかな。はい、じゃあ全部重ねて、これで火打ち石が何個出るか皆さん予想していってください。どう思います、よし、いくよ、ほい、何個出る火打ち石がMK さんの予想は2個、どうだろう、火打ち石が、お、1個出た、3個出ればかなり嬉しいな、どうでしょう、どうでしょう、 OK、 2個出た、あと1個出るんじゃね、まだ半分ぐらいあるぞ、出るんじゃねえか、あと1個ぐらい、完全に運ゲーだからな。何パーぐらいの確率で出るんだっけ、火打ち石、あ、 OK、 4個いけるか、あ、4個いった、 OK、 だとしたら4個分作ろうか羽が4個か、鶏ちゃん
あ、いた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 。前回ニワトリ探したら結構いなかったんですけど、今回はいました。子供は確か羽落とさないよね。オッケー。これで、あ、2個手に入った。あと2個。あ、いた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 。こいつから2個落ちろ。オッケー、あ、1個か。あと1個欲しいな、ここまで来たら。ここまで来たらあと1個出ねえかな。ちょっと待てよ。鳥さん、鳥さん、どっか湧いてませんか？あんまりここで時間かけててもしょうがないんですけど。あ、いた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 。はい、じゃあこいつ倒していきましょい。オッケー。こういう時に限って2個出んだよな。1個余ったけど、まあまあまあ、それはいいとして。よし、危ない。よし、じゃあこれで、弓矢の矢を作って、次回ウィザー戦に備えま、あー、かまどじゃないよ。備えましょいと、オッケー。21本あれば余裕でしょう。はい、じゃあいらないの全部預けて、ツルハシもいらないな。はい、で、これもいらない、いらない。まあ、一応マックス持っておく。よし、こんなもんか。よし。じゃあ次回はウィザスケの頭をスケ、あとソウルサンドの上に3つ乗っけてウィザー戦やっていきたいと思います。なんとか倒せるんでしょうか？頑張りましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。